学水道浄水池は台湾高尾市鈴見山区の寿山山麓にある日本統治時代に設置された浄水場。竹漁主水館とともに高尾地区で最も早く整備された浄水道インフラで戦後も台湾地雷水講師の寿山排水池として稼働している。新潮から明治政府に活場された台湾では平定時に 多数の兵士が風土病に罹患したことから、公衆衛生の向上を図るべく、ウィリアム・ケイバートンや浜野ヤシローラ台湾総督府の要請で派遣された技術者により、水道インフラ整備と各地の地勢調査が行われた。高尾地区でも1908年に、大鳥山町は、学港周辺の地高、市街地改善の一環として、学区改善計画を広告。 鈴み山区一帯の飲料水は塩分濃度が高いため給水量の不足が予想された。たくさんの給料の自然水だけでは賄うことができず、水質も高高度だった。大鳥山群大気象究極道の公平系右岸に、ある竹子領取水場から、取水、大樹昇、小壺頂に一時浄水場として設置された小壺、頂水源地でろ過後に、 小坪長山に溶水し重力落下方式で、落川西岸の市街地に給水する方式が採用された。落水道全体の事業費は当時の金額で総額1、221万7、81円72銭。1910年6月に寄、寄港、1913年年末に給水を開始した。 高度は36メートルで小坪いただきとは44メートルの高尾港市街地とは8.3メートルの高度差があった。琴吹山山六のこの場所で一旦貯水され、市街地や海を隔てた旗後に再排水されていた。管轄は台湾総督府土木局から台南町濁水道事務所1924年からは高尾市役所土木水道課と変遷した。 1957年までに3200立方メートルの樹山高地排水池が増設された。2004年4月9日、市貞戸古跡に登録浄水井戸は底面がコンクリートで、側壁はレンガ造り。内径4.55メートル、深さ3.69メートル、井戸上部には直径6.06メートルの円形鉄筋コンクリート建屋がある。浄水池は すべてが、鉄筋コンクリートで全長48.03メートル、幅25.09メートル、二層構成で、各水槽内は、長さ25.09メートル、幅23.27メートル、水深3.79メートルとなっている。浄水地上部は30センチ厚の採石層と60センチ厚の土で覆われ、地表には、統地下状の通気口が露出している。 ありがとうございます。